はい、どうも、こんにちは、フーガです。今回は、またベータなんですけど、オーバーウォッチやっていきたいと思います。これはね、スクエア・エニックスだったかな。どっかな、結構有名なとこだったと思うんですけど、FPS ゲームになります。先日やったオープンベータでやったバトルボーンと似たようなゲームですね。異能系の FPS ですね。だから特殊能力を使った FPS。だから COD とかバトルフィールドみたいにガチガチの戦闘ものじゃないんですよ。はい。そういうことでやっていきたいと思います。だから、なんだろうな。バトルボーンはね、正直楽しかったのは楽しかったんですけど、まあ1試合が長いのは別に構わないんですけど、ごちゃごちゃしすぎて何が 起きてるかわかんないみたいなね。そういうとこあったな、ちょっとね。大丈夫かな？繋がるかな？ これ繋がんなかったらダメだよ。この今喋ったもん全部ボツになるからね。 はい、始まりました。まあ音量はもうこのままでいきます。おお、エロい。 これ大丈夫？なんか TKB が よく見たら TKB が 大丈夫かな？本当大丈夫ですね。もうこんぐらいでいきます。じゃあね、プレイしていきたいと思います。普通に、まあ、トレーニングなしで。クイックプレイ。主人公女の子なんですよね。なんか女の子多いですよね。プレイヤー対 AI。じゃあもうクイックプレイでいきなりいきましょう。本当ネパールの国旗じゃん、あれ。間もなく突入します。キャラ？さっきのエロい人が、スナイパーっぽいな。この子もいいけど、ああ行 くか、この子で。スナイパーっぽいんだよな。スナイパーが多すぎます。 すいません なんか右にヒントが出ましたね。この子で行きましょう。じゃあ、お、2丁か。 OK、 行きましょう。グラフィックまあまあいいじゃん。 こういう系はやっぱリアル寄りじゃないですよね。静かに心をこのアニメ調っていうかね。そういうのがいいですよね。出た、使いたかったな、この人。エロい。お、あ、でもスタートかバトルボーンと同じですね。行きましょう。とりあえず最初は、あ、すげえ。瞬間移動できる。すげえ。かっけえ。これ無限ではないよね。まさか。かっちょいい。これ感度を速くした方がいいかもしれないね、戦略的には。来た来た来たぞ来たぞ。俺は無理だぞ、ちょっと。お、なになに？ うわー、むずい。全然体力がいってないじゃん。キルカメラ食らってんのは食らってんだろ。うわー、ボロ負け。ボロ負けなんだけど。ちょっと能力がまだ分かってない。ああ、リセット。すげえ。 これすげえ。3回連続で使えるってことか。なんか難しいんだけど。食らってるのは変わってますね。オッケー。いやー、これ楽しい。この瞬間移動楽しい。いやー、これ使いやすいかもしれないな。おお、なるほど、こういう使い方があるのか。だから自分の行ったルートを巻き戻しできるわけだ。これはいいぞ。ちょっと感度が悪いな。普通に銃殺じゃないからさ、念力とかで殺してくるから難しいよね。ちょっとなんでやられたのっていうのは正直。死ね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 。いけ。うわー、ダメだ。突っ込みすぎだな。ちょっと変えましょう。これはこれで強いんだけど、ちょっと他のもやりたくなってきた。エロい人。 でも残念ながら外見が見えないのがね、こういうゲームは。目標の確保。お、ファイヤー。集合だ。
連れてくる。おお、これ敵にぶつけたいね。足遅くねえなんか。まあ、こういう銃でやった方が火力は高いですからね。やばい、取られちゃうよ。取られちゃった。取ってきた。やばいやばい、来るな来るな。うわー、やられてばっかだ。ちょっと使いやすいのないか。使いやすいの。終わった。いやー強いんだけど、ちょっとやっぱ使い方が慣れてないから。虫二段ジャンプができますからね。ほらほら、いけ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 、やばいやばいやばい。オッケーオッケーオッケー。あ、やばい。これワイヤーを、ワイヤーを飛ばしてみたいね。クソ、ミスった。やばいやばい、あかんあかん。なになになに、なんだと。強いぞ強いぞ強いぞ。クソ、あいつ強え。やべやべ、ついついつい。おら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 、やばい、あかんあかん。やばい。いやー、でもあ一番強い、使いやすそうだよな。瞬間移動できる。よし、倒した倒した。絶好調。あれ、なんか連射が効かなかったんです、さっきの2丁。なんかおかしいなと思う方も いるかもしれませんけど、あれ連射ができなかったんですよ。当たんないな、意外と。腰打ちしかできないんですかね。狙いなんですかね。サイト意味なくない。オッケーオッケー。何が起きてるか分かんないけど、さっきよりは戦績いいですよ。どんどん変えていきましょう。なんだろう、さっき何使ってた刀のやつ、これかな。さっきからエロい声が。いや違った、絶対間違ったよこれ。それ大王様じゃん。ガード、あー、こうやって外見見れるのはいいですけどね。ガードが使えるのか、なるほど。これでも近接攻撃じゃん。ダメじゃん、範囲によるな。 OK、 一撃だね。一撃でないと困るけどね、これは。さすがに突るよ、どんどん突るよ、こうなったら。よいしょよいしょ。やばい、体力にも限界が。ほらほら、オッケーオッケー、いいぞいいぞ。なかなか近接が強い。やばい、ガードも限界か。耐えてくれ耐えてくれ。ほらほら、くそくそ。いやーでもどれもいいですね、バランスよくできてんのかな。すごい使い勝手がみんないいですね。あ、刀っぽい。え、なんで弓矢なんだよ。いや、出させて。やめよう。やめよう。刀なんだったかな、これか。あ、なんか、おお。いや、個性豊かでいいですね、こういう異能系は。あ、二段ジャンプができますよ。忍者はあのできる感じですか。あ、これ今右し早い。さっき遅かったから余計早く。よしよしよ、来た来た来た。うわ、くそ、やばい。ちょっと待て待て、これ近接攻撃は、あー、ナイフか。さすが、そりゃそうだよな、殴りとかだったらびっくりする。やべ、しまった。来た。なに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 、よっしゃ、オッケー。なんか倒した、なんか倒した。オッケー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 、いいぞいいぞ。なかなかいい調子じゃないか。体力もあと9しかないけどね。いいぞ、急げ急げ。なかなかいいぞ。
やっぱ弾き返すのいいですね。この視点で弾き返すってなんかあんま見ないですからね。来た来た来た、うわなんか来た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 、いやあれ絶対勝てんわ。かっこいい。オッケー、俺がいただく。メイクを倒した。くそ、すみません、来い。ああ時間があるね。やっぱあの状態は無敵時間みたいなもんですね。当然か。これで、あちゃあダメだ、待て、話し合い。結構とつってもやっぱみんな慣れてないのかな。くそくそ、三角何これ、使ってみるか。ちょっと待て、おらオッケーオッケー、おおかっこいい。やばい、短いな。短いな、非常に短い。待て、ほら、オッケー、待て、そんなバカな。くそ、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない、刀出した時に攻撃されないから びっくりするわな。やばい、上にもいるな、無理だこれはね。よいしょ、オッケーオッケー、楽しい、忍者楽しい。オッケーオッケー、いやこれ楽しいわ。忍者が楽しい、すげえかっこいい。勝ちました。はい、右から2人目が僕です。結構キルしたんじゃねえか俺。オブザゲーム、あラスキルってことか。僕は多分上で手裏剣を投げてます。あほらほら。リスキル、あれな、ラスキル長えな、シーンが。キル攻撃22キル、おお素晴らしい、いいねいいね。はい、まあ11キルの人にやっちゃいましたけど、はい、僕は何キル。僕は何キルですか。結構いったんじゃねえかこれ、すげえ絶好調だったぞ。でもこのゲーム、あのどのキャラクター選んでもあのいいですね。デメリットらしいデメリットはないです。そんなデメリットってあげるほどデメリットはないですね。まあ全員使ったわけではないですけど、それぞれあの個性があって、まあそうですね。見れないんかい、戦績を見させろ。俺は、あれ、え、どういうこと、これは俺14キルか。あーまあまあだね。これはプレイ時間、プレイ時間、え、どういうこと、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。まだ使ってないキャラクターもいっぱいあるんですけど、多分どれもそれ一長一短ではありますけど、なかなかいいと思います。多分忍者であそこまで行けたのはすごいたまたまだと思うんですけど、あのとてもいいですね。キャラクターも可愛いしかっこいいってのも多いですし、はい、まあただの戦場系のね、FPS に飽きたならバトルボーンかオーバーウォッチかで選んでください。僕はちょっと迷ってますね実際。まあドンパチ感はバトルボーンの方が大きかった気もするけど、はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。オーバーウォッチは6月だったかな、5月6月だった気がするんで、オープンベータ誰でも参加できますんで、ぜひやってみてください。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。